私は宇宙服を着たタイムトラベラーで、さまざまな時空と宇宙を旅しています。今回は古代ギリシャ時代に来て、通りを歩いていると神の像を売っている男を見ました。しかし誰も彼のアイドルを買うのをやめませんでした。私は不思議そうに彼に尋ねました。彼は苦笑いしながら答えた。この神は数ヶ月間私の場所にありました。誰もそれを買わないなら私はそれを捨てます。この時偶像は突然彼に話しかけました。それを見た後、私は神々が本当に存在することを彼に話しました。神々は彼に反応したので、私は彫像を守るべきです。彼は私の話を聞いてうなずいた。私は彼の顔にわずかな笑顔を見ました。私は彼の幸運を祈り、向きを変えて市場を去りました。時空を超えた旅人として、私は多くの文明の攻防と変化を目の当たりにしてきました。信仰と文化の継承が文明の繁栄の重要な条件の一つであることを深く理解しています。偶像は文化と信念を表しています。現代社会では認知されていませんが、過去のある時と場所で重要な地位と意義を持っていました。文明にとって独自の信念と文化を保護し継承することは、将来の世代が歴史から学び成長できるようにすることです。ご覧いただきありがとうございます。私は宇宙服を着たタイムトラベラーです。次のストーリーでお会いしましょう。